はい、ということで今日はですね、チロエという島に向かいたいと思います。それではやっていきましょう。今回の犬はアヌックちゃんです。アヌックちゃん、アヌック、アヌック、アヌック。チャオチャオ、グラシアス。ということでですね、一緒に暮らした家族の方と今は送ってもらいました。着きました。ということで、シロエに行きましょう。来た、トラッキー、トラッキー来たー。しゃー、サンキューです、サンキューです。どこかわかりませんが、海が見えてきました。素晴らしい。188、アテンシオン las 24 horas。とうとう島に向かっております。まあ、もう見えるのですぐ近くなんですけど、チロエにね向かってます。今日は順調だと思います。まあ、行けるとこまでね行っていきます。この道路でまたヒッチハイクしていきたいと思います。あと半日あるんでちょうど12時なんですよ。ハポン。え、ハポン。シボ。パートでプリアバラガン。オラ。マスメノストレスメセスオラ。ああ、ワン。アザアクン。シ、アクン。アンクン。メラキリプリ。ワオ。ワケリンドのカバニアス。このお兄ちゃんがアンクットがいいっていうんで、まあ今日はね久々に一泊アンクットでしようかなと思います。ちょっとね宿と折り合いがつかなくて、やっぱり進みます。じゃあやっていきます。カストロまで行きます。反応いいっすね、めっちゃ。1時間経ちました。おい、パルトモ、ハボスイヤでポリシオス。スロエの最後のケジョンまで行きますけど、ケジョンまでの通りのキャンピング場に停めてもらおうと思います。よかった。カサデメラゴメラゴハルフエスタイマシン。ここで一泊したいと思います。いい感じですね。なんかノルウェーみたいな感じもします。ケーニアル、ケーニアル。あ、ここだ。ここの広場がキャンピング場ですね。めっちゃいいじゃん。なんか家もありますけど、ここはここで僕は寝ます。ケーバーカン、ケーバーカン、ナイス。おい、ということで来ました。いや、やっぱりキャンプはテンション上がるわ。スープマジでうまい。かなり可愛い店ですね、ここも。お肉です。お肉とご飯の、うまい。
おはようございます。ということで今日夜なんですけどね、まだ昨日買ったテントなんですけど、超狭い。なんか見た目かっこよくてね、軽くてよかったんですけど、ね、まあ、これでもうがっつり雨とか風とか通らなかったらいいんですけど、通るからね、これも完全に夏仕様ですね。さあ今日もこの天気でいれることに感謝して、旅を続けたいと思います。今日はまあチロエの最終都市ですね、まあ、最後の都市にあるケジョンというところに行きまして、土曜日に船の便があるので、そこまでねケジョンでちょっとゆっくりしたいと思います。